オーストラリアの大型動物賞。オーストラリアの大型動物賞。オーストラリアの大型動物賞。英語、オーストラリアンメガホナ、または、オーストラリアのメガファウナは、オーストラリアのより大型の動物賞のことでる。時として 30kg 以上、もしくは現存する禁煙種よりも30%以上、大きな種と定義される。これらの種の多くは、更新よ。 16,100プラスマイナス100年前マイナス5万年の間に絶滅した。絶滅の原因は現在も活発に議論されている。およそ4万8万0 0から6万年前のオーストラリアへの人類の到達で狩猟と萌え木農業、狩りをするのを容易にするために低木林地の広い大状地帯を焼けていたアボリジニの土地管理活動による火気の使用が 大型動物症の絶滅の一因になったと仮定されている。氷河作用のピーク、およそ1万8000年前の間増加し続けた乾燥は大型動物の絶滅の一因である可能性がある。一部の支持者は気候変動だけによって大型動物の絶滅が起きたと主張している。しかし、この説では大型動物種が突然絶滅する以前にあった数回の干した。 氷河期を含む200万年間の気候変動を不自由なく生き残ったという事実を説明しなければいけない。正確な光ルミネセンス年代測定法とウランマイナストリウム記録法に基づく新しい証拠は人類が与えた影響がオーストラリア大型動物症の絶滅の最大要因であったことを示唆している。導き出された年代はべての大型動物主群が オーストラリアに人類が初めて到達した時期とほぼ同じ時期、約4万7千年前に急速に絶滅したことを示している。また、導き出された年代は絶滅の主なメカニズムは火器にそれほど対応していない環境への人類による火器の使用であることを示唆している。つまり、大型動物の葉からの酸素及び炭素同位体の分析は突然であり、急激であり、 気候変動とは関係ない植生及び生き残っている有体類や大型動物種の食物の変化であることを示してる。さらに大型動物の葉の酸素及び炭素同位体の分析は、絶滅した時点の乾燥地域の気候は今日の乾燥地域の気候と同じであったことを示しており、そして大型動物は乾燥した気候によく適応していたことを示している。 有史以前のオーストラリアの大型動物賞と、アボリジニのドリームタイム、アボリジニ神話の夢の時代。アルチェリンが共の神話上の生物と共通点がある。ヨーロッパ人がオーストラリアに到達し、初めてオーストラリアの動物を記録したのは、1606年のことで、オランダ人のビレム・ジャンズが到達した時に、クルーによって確認されたソデグロバトが祭であった。その後、 1788年に入植するまでの間に動物は哺乳類22種、鳥類93種、爬虫類14種などを含む少なくとも616種が記録されている。ヨーロッパ人がオーストラリアを植民地化し始める1788年以前、オーストラリアにはアボリジニのみが生活していた。アボリジニは約4万7千から6万年前に、 オーストラリアにやってきたとされ、その当時は現在の生物に近縁、もしくは形態が似ているが、それよりもさらに大きい種が今よりも多く生息していた。アボリジニの狩猟及び彼らの萌え技農法による乾燥化及び食物の減少が大型動物の個体数の減少をもたらした一つの要因とされる。また、いくつかの種においてはアボリジニが 家畜にしていたとされるディンゴとの競争の結果、絶滅した種もある。これらの記録の多くは、アボリジには文字文化を持たなかったため、化石によるものである。特に、これらの化石を算する場所として、重要なのが、世界遺産に登録されている、オーストラリアの哺乳類化地域であり、この世界遺産は、クイーンズランド州、リバーズレート、南オーストラリア州、 奈良港警部国立公園に分かれる。アボリジニがオーストラリアに到達した約6万年前には、5種類の肉食性有体類が生息していたと考えられている。しかし絶滅を免れて、現在も生息しているのはタスマニアデビル及びオオフクロネコのみに過ぎない。これらの種もリンゴにより生息範囲を大幅に狭めた。昔は、 オーストラリア大陸全土に生息していたタスマニアデビルは現在でタスマニア島にのみ生息同じくオオフクロネコもファーノースクイーンズランド地域サウスイーストクイーンズランド地域からビクトリア州にかけての海岸地帯及びタスマニア島のみにとどまるこれらの種は現在絶滅危惧種に指定されているヨーロッパ人到来以前に絶滅した大型肉食有体類は 肉食のカンガルーである、プロプレオプス、英名、カーニバースカンガルー、学名、アセロンス、フクロライオン、フクロオオカミ類がある。プロプレオプスは、最大で体重70キログラム、体長約3メートルほどに達した。フクロライオンは、体重40から160キログラム、体長約1.5メートルほどに成長した。この種は2400万年前頃に現れ、 約5万年前に絶滅したと考えられている。フクロウオカミ類は、リバー・アッツレイの化石記録などからオーストラリアに3000万年から1200万年前に、晴れ、少なくとも7種類いたとされる。また、西オーストラリア州や北部巡州にあるアボリジニの壁画の記録より、オーストラリア大陸に広く分布していたと考えられる。しかし、リンゴによる影響により、 大陸からは2000年前に姿を消し、生息域はタスマニア島にのみになった。タスマニア島においても、植民地化後は家畜の害獣として駆除され続け、1936年に絶滅した。装飾の大型有体類であるディプロトドン、ダイプロトドンはアプテトムは、約2500万年頃に現れ、2万5000年前頃から減少を始め、 約7000年前に絶滅したと考えられる。成獣は体長3メートル、肩高2メートル、重さ2トンにもなり、成獣は狩りの対象にならなかった。絶滅の原因は、高新世の頃の乾燥化やアボリジニによる萌え木農法による生息地の環境変化、幼獣を狩猟することにより絶滅したと考えられる。1788年に、 ヨーロッパ人が到達した後に絶滅した種、大型動物症とは限らない。捕食性のトカゲで鋭い歯と爪を持ち、しばしば大型になる。最も大きなものはペレンキオトカゲ、ベロニスジャイアンティアスである。彼らは体長2メートル以上に成長することが可能である。彼らは昆虫、トカゲ、ヘビ、哺乳類、鳥と卵といった小動物をあらゆる方法で捕食する。 食事は捕食した量丸々すべてである。であるから、食事のサイズはその動物自体のサイズに依存する。ペレンティオオトカゲは、若いカンガルーを殺しているのを見られた。そして犬のような肉の厚切りを一口噛んだ。誤って、オオトカゲは農民によって、羊の死の原因の一番の心当たりとなったが、オオトカゲは死肉をも食べる傾向があり、腐りかけの肉にも引きつけられる。 すべてのオートカゲ類が巨大というわけではない。ピグミーギャナズは、時に男性の腕より小さいことがある。これらのうち最も小さいショートテールモニターは、体長はわずか20センチメートルである。彼らは、昆虫とネズミといったより、小さな餌食を取ることで生き残りを図っている。これまでに、多くの巨大なサイズが報告されているが、健康に成熟したオスのイリエワには、 一般的に4.8から7メートル、15.75から21.6フィートの体長で、体重最高770キログラム、1697ポンドである。メスの典型的な体長は2.5から3メートルの範囲にあって、メスはオスより非常に小さい。しかしこれらより大きな多くの例外がある。伝えられるところによれば1957年に、 クイーンズランド州のノーマン川で撃たれた個体についてで、ある。石膏製のレプリカを見ることができるが、公式な記録だとは思われていない。イリエワニはその首の上に、鎧状の皮膚を持っている。そして、その幅広い体は大部分の他の細身の、クロコダイルと対象をなす。しかし一時期この爬虫類がアリゲーターであるという、非公式な過程にたる。種が、 リストアップされるアニメの爬虫類からアダム・プリトンによってクロコデュルス・ポーロッセス・シュネデール1801と記載された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。